こんばんは。どうも皆さん、こんにちは。こんばんは。おとまりにやです。今回はようこそ実力至上主義の教室へ2年生編の5巻についてネタバレ大ありで感想を言いたいと思います。ネタバレ大注意なんで読んでから見てください。5巻はね、このために妖術読んでるなってぐらいすごい面白い。予想通り茶柱からの独白から始まり、その後軽井沢と付き合ってることをクラスメイトに知らせるシーン。あれは推しじゃない俺でも超可愛いってなったんだから、軽井沢推し大歓喜でしょ。今後の展開を期待させる文化祭の話で、メイド喫茶の話となり、王道メイドの佐藤、チャイナ風メイド服のワンメイ、高貴なメイドの松下、最高の口絵、今までの口絵の中でも一番可愛い口絵で、もうメロメロ。そして今回の特別試験、茶柱も過去に行ったという満場一致特別試験、この試験が最高だった。出題される課題に対しクラスメイト全員で選択肢を一致させる試験。最初は修学旅行の行き先とか簡単なものだったんだけど、最後の問題、クラスメイトが一人退学になる代わりにクラスポイント100を得る。いや、こんなの賛成する人いないでしょってみんな思うんだけど、何回やっても反対が全員一致にならないんだ。え、どうして？串田がいるんだよね。この出題来た時についに来たかと。串田からしたら堀北と綾小路どちらかを潰せるチャンスが。匿名だからクラスのみんなは串田がやってるって分かってないし、堀北も確証がないから言えないんだよ。懸命に賛成を押す人を説得するけど、時間だけが過ぎていく。ここの焦燥感のね、描写がたまらないの。見かねた綾小路がついに決断するんだよね。この課題を賛成で終わらせると、クラスにとって一番まずいのは時間切れになることで、課題をクリアできなければ A クラスに上がることはほぼ不可能になるっていう状況から、綾小路の誘導で満場一致で賛成になる。この時点で1名退学することは絶対になった。ここで一回トイレ行ったよね。ここまで読み進めてる間、一回も飽きが来ない。ずっと面白いのに、ここから面白さが加速していくのがマジでやべえ。賛成になったことで退学者を決めるんだけど、串田が薄泣きしながらリーダーの堀北か、賛成を誘導した綾小路を退学するべきって仕掛ける。ここから綾小路 VS 串田戦の開幕。綾小路はずっと賛成していた人物を串田だと名指しして、串田が嫉妬深くてやべえやつって暴露する。最初は串田の優勢の状況だったんだけど、クラス内投票で山内に力を貸して綾小路を退学させようとしたこと、そしてプライベートポイントを綾小路が串田に譲渡していたことが決め手になるんだよ。端末履歴では調べようと思ったら調べられるから、受け取っていたことを串田は嘘をつけない。綾小路は契約を結んだ時に録音して、一言一句契約の時の会話と同じことを言うんだよね。もう綾小路はずっとね、串田を退学させるために手を打ってたんだよ。ここのシーンで俺の心臓がドックンドックンとね、前後に揺れるだけじゃなくて横にも揺れてた。綾小路がクラスの前で本気を出してるのが最高。串田の策略は一切通用しない。徐々に串田の化けの皮が剥がれて、串田が今まで通りの日常を送るのは不可能になった。もう串田、負けを認めて自暴自棄ですよ。どうせ死ぬのなら道連れだ。クラス内の秘密を暴露し始めるのよ。篠原と池のカップルをブス呼ばわりしたり、ワンさんが平田くんを好きなことを暴露。もう暴走機関車になった串田を読んでる時、持ってやれって思っちゃった。秘密知りたいよって。まあ、この辺は序の口で長谷部の重い秘密を話そうとするんだよ。ついに長谷部のこと知れるかって思ってたら、堀北の思考シーンに入る。この章の題名は堀北の選択。堀北は一つの答えにたどり着く。誰かを退学させると決まった状況で串田が退学になることは正解ではないと。堀北はクラスに串田の他の誰にもない才能を評価して、串田を退学させることはクラスの損失になるって話すんだ。串田がわめき散らしているが、もう関係ない。いや、じゃあ誰退学にすんのってクエスチョンマーク出たんだけど、ここで綾小路が動く。もう嫌な予感しかしない。残酷な退学宣言を今の堀北にはまださせない。串田を退学させない以上、公平な手段で退学を出すことを宣言する。その方法は OAA 最下位の生徒桜愛理を退学させること。いやもうここ衝撃的だったよね。ぶっちゃけ串田が綾小路に迫る口を見た時、串田退学だって思ってたのに、まさかの桜に白羽の矢が立った。ここからの描写がマジでやばい。桜の友達親友である長谷部が猛反対する。当たり前だよね。でも綾小路は周りをうまく誘導するんだ。ここで綾小路グループのユキムーまでも賛成になびいて、長谷部大激怒。なら自分が退学するって言っても、秋人や桜、そして綾小路が反対に票を押す。ここで綾小路がクラス最も能力が低い人を退学させる方針を変える気がないと伝えて、桜がそれを受け入れるんだ。気弱ででも優しい桜は、クラスの中でいらない子は自分だと。長谷部は反対するけど、桜が消え入りそうな声で、でも全員に届く声で自分の投票を促す。ここでの長谷部のセリフが悲しいのよ。昨日まであんなに楽しくて、今日の朝も一緒に登下校して、くだらないおしゃべりして、放課後にキヨポン呼び出してサプライズお披露目するつもりだったのにって。いや
いいラノベ読んでる時って、そのシーンの情景が頭にすぐ浮かぶけど、このシーンの時は俺妖術の世界にいた。何を言ってるかわからないと思うけど、実際に妖術の世界に入っちゃったかなって思えるぐらい鮮明に、長谷部の表情や桜、クラス内の雰囲気まで、俺このクラスにいるのかなってくらい引き込まれた。長谷部は最後まで反省を押さないんだけど、桜の、はるかちゃんの一声で押したんだ。この瞬間、桜愛理の退学が決定した。いやー、やばかった。ほんと、妖術読めて幸せだなって思えるくらい良かった。最後、桜が綾小路に放課後見せるはずだった姿を見せに来るんだ。メガネを外しておしゃれな髪型にした桜。最後に見せておきたかったって。そして、はるかちゃんのことよろしくね。バイバイ、清高くんって言って、背を向けて歩くんだ。いや、好きな人にね。いや、もうこれ、どういう気持ちよ、マジで。こんなことされてもな、清高のこと悪いって思えないんだろうし、桜は。最後まで好きだったんだろうな。歩みが遅くなって、立ち止まりそうになっても、前へ前へと、決して振り返ろうとはしないんだよね。鼻をすする音と、懸命に声を押し殺した泣き声。そんな光景を見た綾小路、なんとも思わないのかよって思ってたら、綾小路が桜の姿を見て、敗者は手遅れになってから後悔する。ホワイトルームも、この学校も変わらない。いや、超ドライ。最後は屋上で茶柱と綾小路の会話シーン。茶柱の満場一致試験は、時間切れで幕を下ろし、A クラスに上がれなかった。その選択が正しかったのか、ずっと悩み続けてた茶柱に、綾小路内の答えを教える。それと今回の試験での行動に至った考えを教えるんだよね。桜の心理状態までも分かってはめたこと。それを聞いて茶柱がお前のように迷いなき決断はできないだろうって自分の弱さを認めるんだよ。そして私は過去の選択を悔い、長い間立ち止まっていた。でもそんな暇はなかった。担当するクラスの生徒が悔いなく戦えるよう導く。決めたぞ綾小路、私はお前たちのクラスを何としても A クラスで卒業させる。高校3年生で止まった心が綾小路との会話で一気に進んだ。これで5巻の内容が終わったわけですけど、いや今回の巻は心理描写が圧倒的にすごかった。本当に俺はもう桜のその後が気になっても仕方ないし、これからの6巻どうなるのって、長谷部のことどうすんのとか、櫛田はどうなるのとか、今回の巻いろいろ思うことがあるんだけど、最後に言わせてもらうなら、松下が可愛い。